これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。ガルラ大帝国の攻撃を打ち砕き平和を取り戻そうとしているのはゴライオンの勇者たちだけではなかった。宇宙ネズミ頑張れ。ありがとう。さあ皆さん、お食事揃いましたよ。おいおい、わしの食事がまだ来とらんぞ。あら、聖堂くん、美容のために食事抜きじゃなかったの？姫、何と言ってるんだ？大変だわ、ヤガに襲われたんですって。ブラッドが危ないらしいわ。よし、救出だ。
大丈夫か。さあ、ブラッド、かわいそうに。よかった。ヤガはどうした？逃げた。かわいそうに痛かったじゃろう。オネルバ。大帝王様。命じた計画は進んでおろうな。少しばかり手違いがありまして、ヤガがアルティアのネズミにやられ。何？ヤガがやられた？愛しいヤガのためにもきっと仇は取ってみせます。頼もしいことよ。ついてはこの戦い、トクトシンクラインに見せるのじゃ。戦いに加わらずただ見せるだけ下せません。ヤツめは近頃少しばかりのぼせておる。父の偉大さを見せつける良い機会じゃ。なかなか教育的なこと。お前たちはなんて弱虫なんだ。鍛えてやる。やっやっやっもう許せないぞ。どういうことなんだい。プラットが言うにはね、我が一家は腰抜けだって。ヤガの姿を見るなり逃げたじゃないかって。そりゃ化け猫が相手じゃ誰だって逃げ出すに決まってるさ。先祖代々アルテア王家と共に繁栄してきた宇宙ネズミ一家が恩返しをするときは今を置いてはない。一家の力を合わせて宇宙猫ヤガを退治するのだって言ってるわ。と言ってもお前たちの力じゃヤガには勝てそうもないしな。なんかいい方法ないかな。チビ、この際だ、一つ手を貸してやるんだな。なんだチーフ、聞いてたのか。手貸すってどういうふうに？特訓だよ、特訓。バッチリとな。期待してるぜ。頑張ってね。体力はプラットの方が数段上だな。ああ、さすが親父ってとこだな。おい、できたぞ。なんじゃいこれは。秘密兵器だよ。ヤガに勝てるのかね。ま、期待せずに見物と行こうや。よし、見てろ。全員準備はいいか。オッケー。弾丸火炎放水連続発射。次は走行テストだ。ペタルを踏むんだ。それ。もっと強く踏んだ。いいぞ、飛行テストに移る。
せっかく立派なものを作ってもらったのに、子供たちが力足らずで申し訳ないって。計算じゃ飛べるはずなんだけどな。どうなってんだ。どこ行くんだよ。ちゃんと乗れるようになるまで鍛え上げるんですって。次第に強く。ああ、不気味な生体反応だ。もしかして敵の巨大メカ中心か。グーシーライブ、メインスクリーンに移してくれ。さあ来いゴライ、死の谷で朽ち果てるがよ。ただの地震とは思えない。偵察してくる。全員出動だ。あう。恐れずひるまずシーシーとはず勇気がどうした勇者もだ。キープアップセイ。戦いの幕は落とされた正義の名において打ち破れ。勝利は僕らにゴーゴーショーライオン。よし発進。来るぞ。わしに任しとけ。頼む制度、気をつけろ。よっしゃ。おっ、なんじゃ。このままじゃ岩の下敷きになってしまうわい。エロクロー発射。どんなもんじゃい。おおや、向こう機、聞こえるか。亀裂が閉じていく。地球脱出しろ。これはひとまず退散だ。まるで生き物みたい。これはただの地震じゃないぞ。来たな、ハッカルラメ。生きては返さん。ここで死に様を晒すがよ。オネルマ、巨大メガ獣人はどうした。捕まえてやる。今助けるぞ。ブラックカッター。合体して一気に勝負だ。ゴライオン合体。レッドライオン。飛び出せレッドライオン。灼熱のマグマを照らせ。燃え上がるその怒りを叩きつけろ。炎のパンチだ。ビッグ
ドライオンチョップで岩をぶち破る。ドライオンチョップ。ドライオンめとどめじゃい。クイグランツの餌食になるがよ。おお、ババ、やっておるな。おお、これは皇太子。さあ、急いで参られ。奴らの最後が見られますぞ。見逃すものか。今向かっている。ホネリバが見えた。何年も愛用してきた水晶玉、これは宇宙ネズミ。行けヤガン、今度こそは生きて返すでないぞ。中央圏で肩をつけてやる。待て、チーフ、ブラッドを逃がさなきゃ。中央圏で発生したエネルギーで死んじゃうよ。ブラッド、飛ぶなよ。ブラッド、いい、飛ぶの。お前が飛ばなきゃみんな死んでしまうの。よくやった。そのまま遠くへ飛べ。中央圏のエネルギーでやられちまうぞ。エネルギー全開。メカ獣人クイグランツ、逃がすな。
剣稲妻落とし。うわこれが大バザールの戦術だと。大帝王の名が泣くわ。消えろ、みっともないわ。わしに恥をかかせおって。まことになんとも、ババの一生の負荷。消えろと申しておるのじゃ。消え。プラット引っ張り上げたな。じゃあプラットもしばらくはチビスケたちに頭が上がらないな。いえいえ、そうでもなさそうだぜな、チーフ。ああ、父親のメンツってのはそう簡単には壊れないものさ。ほら、ほんと今度こそヤガを打ち取るって。鍛えてやる。ヤガさん、お願い。ダメだ。はい。だけどチチュールはもっと上みたい。泣いて泣いて。さて次回はガルア大帝国と戦う獅子座連合が成立。ガルアに向かって総攻撃をかける時が来た。だがこの大事な時にライブルと小金が激しく対立した。次回、7つの自由な星、お楽しみに。